もしもーし。もしもーし。マリーちゃん。マスイ先輩。マスイ久しぶりー。お久しぶりですー。お元気？元気なよー。よかったー。今日はね、オリの誕生日です。ハッピーバースデー。プレゼント何が欲しい？マスイ先輩が欲しい。じゃあ祭り以外はいらないってこと？うん。じゃあ祭り以外、じゃあこの後誰とも話さないでね。ちょっと待って、ちょっと待って、それは無理です。無理なの？祭り以外いらないって言ったよね。嘘ついたってこと？お兄ちゃん。いや嘘、嘘ってないけど。嘘ついたの？祭りだけがいればいいって言ったじゃん。じゃあ、まつり先輩、質問があります。はい。あ、オリの第一印象はどうでしたか？第一印象は、もうすぐにまつりに好き好き言ってくれたから、うん、だからなんかもうまつりのことが大好きな女の子ってやばいやつだなって。やばいやつ？テンション高いやばいやつだなって。やばいやつか。あ、そうそうそう、思ったね。やべやべって。やべやべ。あ、じゃあ他の質問、いいかな。はいはいはい。オリの強みは、何ですか？オリーちゃんの強み、強みは、うん、あ、でも人懐っこくてみんなが好きなところかな。でもなんかそこがいいとこでもあり悪いとこでもあるけどね。そうですね。じゃあ、悪いとこは？悪いとこは、浮気するとこだね。すぐね、他の女のところに行くところが悪いとこだと思います。そうでしょ？八方美人め。I'm getting exposed on my birthday. やば。そうですか。あ、はい。じゃあ、最後は、うん、オリの誕生日に何を望みますか、先輩？祭り以外と喋らない。ちょっと、少しポジティブだよね、先輩。祭り以外に好きって言わない。はい、できるよね、祭りのこと好きなら。頑張ります。頑張りますじゃないよ、やるんだよ。頑張ります。じゃあ祭りだけを愛してね、おりーちゃん。誕生日おめでとう、愛してるよ。ありがとうございます、先輩。うん、また遊ぼうね。また遊ぼう。